いろんなところでそういう注目を浴びてしまう堀江さんなんですけど、まあ、そのメディアという面で言いますとね、はい、一時あのお金で買えないものはないというような発言をしたしないでそれがこう一人歩きしてしまった、はいはいはい、それ当然の反論をお持ちですよね、はいはい、いやそれはだから僕はそのみんな自信を持ってほしかったんですよね、うん、その例えばそのモテない要素みたいなのみんな持ってるじゃないですか、うん、例えばそのなんかわかんないけど背が低いとか顔が悪いとかわかんないですけど、うん、頭が悪いとかいろいろあるわけですよ。それはすごいコンプレックスで、うん、童貞なんか特にそうなんですよね、うん、自信が持てなくて女の子も口説けないみたいな人がいるんだけど、よく世の中見渡してみたら結構なんかこいつな何がいいんだろうみたいなやつがすごい持ってたりするじゃないですか、うん、でそれ単純に自信があるだけで、自信があった相手をただこうあの自信を持って口説いてるだけの話であって、なるほど、ね、何の根拠も実はないんだけど、うんうん、だからすごい自信を持つことが大事であって、うん、じゃあ自信を持つにはどうしたらいいんだと、うん、で一番手っ取り早いのはこう金を稼いで、うん、その俺はこれだけ稼げたんだと、うん、月収100万になったんだと、うん、だそれだけですごい自信が持てるじゃないですか、うん、だからそれだったら簡単だよとそういうことを書いたんですけど、うんうん、そしたらこっち側の方ばっかりがお金で買えないものはないっていう、そうそうそう、ハートのない感じに捉えられたんですよね。そうそうそう、あってことは堀江さんにとってはお金を稼ぐってことは、うん、簡単なことですか。じゃあある意味簡単ですけど、うん、それは僕にとってですよね。僕にとってはある程度だったら簡単ですけど、うん、それはみんなにとって簡単かどうかは別としてね、うん、でいくらぐらい稼ぐのかにもよるじゃないですか、うん、いやそれは大きければ大きいほどいいでしょう、お金稼ぐのは。そうでもないんじゃないですか。そうすか、うん、それは一回手にしてるからじゃないですか月収100万ぐらいだ超えたらもうあんまり、うん、十分、うん、あ十分というかそのお金それ以上っていうのは、うん、本当だから例えばゲームやってて、うん、ハイスコア目指すみたいな、もうそういう世界だそれすごい僕はいい例えだなと思ったのは、うん、そのもうそれ以降の数字っていうのは、うん、本当にゲームのハイスコアを目指しますみたいな世界なんですよ、うん、でそのお金を稼いでて何が楽しいのっていうふうによく聞く人いるじゃないですか、うん、僕はすごい聞かれたわけですよ、うん、でもゲームでね、うん、ハイスコア目指すのって別に普通じゃないですか、うん、ハイスコア目指して何が楽しいのって言われても、いや、うん、まあ それなりに楽しいんじゃないのみたいなその過程はね、うんうん、ハイスコア目指して、ね、どうやったらハイスコアになるかっていう道のりは楽しいですよね。考えるのは楽しいですよね、うん、ただ数字が増えていくだけなんですけどね、うん、そんなの聞くのはナンセンスじゃないのみたいな、うんうん、だ別にその生活のためにとか贅沢がしたいからやってるわけじゃないから。なるほど。その贅沢なんて100万円あれはもう月100万あれは十分できますからね。十分です。うまいもん食って、うん、まあわかんないですけど、うん、まあね、なんかいろんなその人間的な欲望って大体、うん、満たされる。満たされる。うん